ップの治癒室でめっちゃ治癒の香りがすごい。ゆでかみのジャスト。すする TV。ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、ライトスープと濃厚スープ2種類の家系ラーメンが楽しめるお店こちらです。ドン。JR 我孫子駅から徒歩20分くらいのところにあります横浜ラーメンことみやさんにお邪魔してます。こちらことみやさんは2019年オープンで、店主さんはですね、数々の家系ラーメンの名店を輩出している六角屋さんの出身なんですけども、こちらのことみやさんは六角屋さんライクなライトな豚骨スープのライト豚骨と、まあ、最近流行るね濃厚系の濃厚豚骨の2種類のラーメンから選べるっていうなかなか珍しいお店となっているんですね。果たして私すするはどちらをチョイスするのか、早速すするに行きましょう。レッツゴー。こんにちは。ということで本日はですね、道の駅湘南というところに来ております。の湘南という名前ではあるんですけども、あの千葉県の我孫子市のところでございますね。これから行きますのがですね、ことみやさんという家系ラーメンの店で、店主さんがねなんか六角屋出身なんですよね。まあ、結構あの家系ラーメン、まあ、週1ぐらい大体僕食べてるんですけど、なんか濃厚行ったりあっさり行ったりとか結構行ったり来たりしてる中で、今回のねことみやさんはなんと濃厚とあっさり両方味わえるという家系ラーメン店です。どうしようかな本当に。でも六角屋さん出身なんで、まあ、あっさり系で行ってもいいんですけど、まあ、ちょっと濃厚系も気になるよねっていう感じで、ちょっとめちゃくちゃ迷うよね。やめてほしいよね。逆に2種類やることによってなんか家系2杯でもさすがに無理だもんな。いやちょっとまあ悩みますねこれはね。まあ、トッピングでもどうしようかといろいろちょっと悩むんですけど、まあ、ちょっと店員さんともね相談しつつ決めていければと思っておりますので、とりあえず向かっていきましょう。ちなみに私すで最近脱毛しまして、脱毛ってひげ伸ばさなきゃいけないですよ。てか自分で剃ると脱毛の効果ちょっと薄れちゃうんで、しばらくちょっとひげ面ちょっとここら辺にまだ残ってひげがあるんで、ね、これがちょっと気になる方もいらっしゃるかもしれないですが、ちょっとご了承いただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。すいません本当に申し訳ない。すいません。どうでしょう。到着しました。ラーメンことみやさんですね。もう外からねめっちゃ豚骨の香りしましたけど、いやどうしよっかな。まあ、家系のメニューが2つあるお店としてかなり珍しいんですけどね。まあ、それでちょっと店員さんと相談したから決めたいと思います。レッツゴー。さあ横浜ラーメンことみやさん、食決です。あっさり豚骨と濃厚豚骨の2種類から選べ、どちらにしようか迷いましたが、店主さんから濃厚をおすすめされたので濃厚豚骨ラーメン並みとトッピング半熟味玉、さらに半ライスもプッシュしました。店主さんは家系ラーメンの名門、多数の名店を輩出している六角屋出身で、とんでもねえムキムキ感のマッスルボディ、鍛えているとのことですが、今まで人生で何回湯切りしてきたんだという頼もしい体格です。しかし調理は丁寧に行われ、家系ラーメン店としては珍しいあっさりと濃厚2種類のスープを提供するというお店のスタイルは、もしかすると店主さんのマッスル&ケアフルな仕事っぷりを表しているのかもしれませんね。というところで店内やってまいりました。店主さんがね筋骨隆々なんですよ。多分家系によって鍛え上げられた肉体だと思うんですけど、すごいです肩周り。はい、いただきます。ありがとうございます。こちらが横浜ラーメンことみやさんの濃厚豚骨ラーメン並半熟味玉トッピングです。おほい、正統派家系ラーメンのビジュアルをしていて、黒い丼の濃厚そうな一杯、ライスとスープでシンプルに楽しませていただきましょうってことで、いただきます。カップの治癒室でめっちゃ治癒の香りがすごい。ではまずスープから飲んでみると、おお、一口目からギュンと濃厚な豚骨スープの旨みがやってきて、表面に浮いた鶏油が甘みと飲み口にこってり感を加え、後から豚骨などの旨みがランナウェイ。濃厚と書いてあったのでかなりヘビーなものを想像してしまいましたが、そこまで重くはなく程よいこってり感で意外と飲みやすい。返しは程よくキレがあって、濃厚な中にも醤油の存在感はしっかりとあり、これはライスとの相性もかなり良いです。さあ続いて麺いきましょう。家系ラーメンといえばの境製麺製の麺を想像。うまい、もちっとした食感をしっかり残した茹で加減最高なもので、家系スープのお供はやっぱりこの麺だよな。茹で加減じゃ、同じ境製麺の麺でも店舗によって茹で加減で違った顔を見せてくれるのがまた楽しいところで、やはりここでも店主さんの腕が光ります。さてここでスープに浸したほうれん草を食らって、フレッシュな風味を楽しみつつ、箸休めもしながら海苔を巻いて磯感も楽しんできます。そして今度はチャーシューいってみましょう。由緒正しきチャーシュータレ味の肉厚なものでジューシーな美味しさが余計、これはライスに手が伸びるのも必然のことで、ゴムゴムのライスも発動しちゃいます。さてこちらが店主さんに後から追加してもらったもも肉、ほんのり吊るし焼きの風味ついてて柔らかく弾力があって食べ応えもバッチリ。
こちらももちろんライスと合わせたくなるもので、スープとチャーシューどちらもライスが進む非常に家系善とした一杯と言えるでしょう。てな感じで今度は海苔の味噌缶をライスに派遣させてパクリ。約束されたうまさがそこにはあります。海苔の風味がめっちゃ強いとか、ちょっとモンハンみたいな卓上調味料感じ入れてます。ということで、おそらく豆板醤ベースと思われる自家製ラージャンをスープに投入。まさに口からビームを出せるようなパンチ力のアップで、ガード性能をつけてもロケゾリが半端ない。そんなパワーを得たら麺だけでなく米もマックスに進み、ラストスパートのごとくガンガン食べ進めていく。残しておいたチャーシューもガブリと一口で食らっちゃって、米のかき込みに一役買ってくれる。そして最後に黄身がトロットロの味玉を食らって本日も完食です。大変美味しくすすれました。麺もライスも進む濃厚な味わい。されどそこまで重さもないので、どんどん食べ進められる一杯でした。それではコスメ、というわけでありがとうございました。あ、ありがとうございます。本日すすらせていただきました、琴宮さんの店主さん、琴宮の店主の和田と言います。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、結構珍しいかなと思うんですけど、家系ラーメンの店で、はい、2種類のスープを提供されてるんですね、はい、これどうしてそういう経緯なんですか。家系ラーメンってどうしても濃いっていうイメージがあると思うんですけど、濃いのも好きだし、やっぱり濃いのが苦手って方もいらっしゃるので、いや、僕の思いとして両方提供させてもらってます。なるほどなるほど。出身店はあの六角屋さんの、はい、ですよね、はい、六角屋さん出身だったら結構むしろあっさり系の方が そうですね得意みたいな、そういうのあるんですか。はい、そうです。そうなんですね。こういう風に作ってるんですか。あっさりと濃厚でスープを分けてるんですか。分けてます。2つの分ので、はい、入ってる材料も少し違いますね。あとチャーシューが多分デフォルトでラーメンに入ってるものと、はい、ちょっと後から提供していただいたもので、はい、間違ってます。最初の方のチャーシューは、はい、肩ロースで、が肩ロース、はい、で後からの方が吊るし焼き、低温調理であのもも肉を、はい、作ってます。あれ低温調理なんですか。そうです。吊るし焼きじゃないんですね。違います。結構もうがっつりこうなんていうか燻製っぽい風味というか、はい、低温調理でこの燻製っぽい風味をつけて調理してる。そうです。そんなことができるんですね。頑張ってます。すげえ、めっちゃ僕吊るし焼きだと思ってたんで恥ずかしいです。ちなみにあの店員さん、家系ラーメン歴でいうと何年ぐらい。24年過ぎて今25年目になってます。25年目。はい、僕が7歳ぐらいの時からもう家系ラーメンを当時厳しかったんですけど頑張って。まあ、そうですよ、ね、なんとか頑張ってきました。それこそね、そういう時代ですもんね。まあまあこれはダメですけど、はい、なんか、まあ、動画とかで上がってるやつがあるんで、はい、そういうイメージがすごいありまして。いや、ありがとうございます。一粒二度おいしい琴宮さん、ありがとうございます。123です、ね、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。いやー、琴宮さん行ってきたんですけれども、うまかったですね。まあ、今回ね、あっさり系と濃厚系の家系ラーメン両方あるという二刀流なお店で、まあ、店主さんのおすすめというのもありまして、濃厚の方をいただきました。結構ね、チー油が多めで、一口目からねバリッと濃度も感じられるんですけど、飲み口が分厚くて、そして濃度もねしっかりとあったんでインパクトありましたね。ベースの豚骨感もしっかりとありつつ、醤油のキレも感じられて、まあ、濃厚という名に恥じないね、しょっぱうまさのある家系ラーメンでライスが進んじゃいました。そしてね、麺の茹で加減がねすごく良くて、まあ、もちろんね麺は堺製麺なんですけども、平打ち短めな麺でありつつ大きめの手棒で茹でてたんで、まあ、店主さんもちょっとおっしゃってたんですけど、まあ、麺がねしっかりとこう手棒の中で泳ぐんで均等に火が入っていて、食感がねすごく良くて、あのクニとしたね、ちょうどいいコシを残しつつすすり心地がこう滑らかっていう、要はジャストな茹で加減でね、同じ堺製麺でもね結構その茹でる人によってなんか麺の質変わってくるんですよね本当に。いや、そういった意味でも茹で加減最高の麺になってて、めちゃくちゃ美味しい堺製麺でした。あとあの濃厚なスープとね麺の絡みすごく良くて、そしてねチャーシューがね肩ロースと、あともう一個僕吊るし焼きかなと思って、結構燻製の風味強かったんで、そしたらあの低温調理でちょっとこう燻製の風味をつけつつ作ってますよとか、チャーシューもね結構力入れてますってことだったんで、まあ、後からちょっとチャーシューを追加してもらってよかったなっていうところで、まああの卓上のね、あのモンハンみたいなラージャンもねすごく美味しかったですし、全体的にバランスも良く、それでいて個性もしっかりあって美味しい一杯いただけましたね、うん、ちなみにあの今日動画撮影したの7月24日なんですけど、インスタの誕生日だったらしく、いやマジでたまたまです本当に。あのアポ取った時とかね全然そんな話しなかったんで、いやおめでとうございましたということで、ごちそうさまでした。というわけで本日の動画も最後までご覧いただきました。いや、今日はね琴宮さんということで、まあちょっと動画の裏側のことを話すとですね、まああんまりこういうこと言わないんですけど、まあ、この日ちょっと連食してましたラーメンを。でも普段だったらね家系ラーメン結構あの特製ラーメンとかチャーシュー乗っけたりするんですけどね、まあライスも行くしチャーシュー乗っけたら結構お腹いっぱいになっちゃいそうだと思って、若干ねひよって、まあ、ノーマルの家系ラーメンで行ったんですけど、まあその名にたがわぬね濃厚豚骨のスープで、なんやかんやで美味しく完食できましたね。でそんだけど皆さんからいただいたコメントの思いもさせていただきます。すするさんこんにちは、初めてコメントします。ありがとうございます。彼氏と一緒にすするさんの動画を見るようになってハマりましたと。ありがとうございます。最近では一人の時も朝昼晩ご飯の時にずっと見ていますと。ご飯食べながらすする TV を見てくださってですね、本当にありがとうございます。私は春日部の顎で喰らいが大好きです。似たような二郎系も行ってみたいんですが、顎で喰らいのような美乳化のお店を教えていただけると嬉しいですということで、
なるほどですね。春日部の顎で倉井さんね、まあ、過去に私スツルも訪問してはいるんですけども、まあどうだろうな、結構今埼玉県ってね、ああいった顎で倉井さんみたいなちょっとこう微乳化ないしは、まあ、乳化系で割とこうねわしわし犬の麺を食わせてくれるお店多い気がするんですよね。まあそれこそ埼玉で有名なところって言ったら、まあ、一心さんとかと、まあ、高野さんとか桐生さんとかそうですね。高野はねちょっとお店によって乳化とか、まあ、非乳化のお店もあったりするんですけど、乳化寄りの感じのねお店もあったりするんですけど、まあ草加の本店は、まあ、僕が行った頃の印象で言ったら割と濃厚なスープだった印象がありますね。まず桐生さんもね結構スープ濃厚乳化系で、なんなら結構豚骨臭もするぐらいかなり濃厚なスープになってて、まあ桐生さんねラーメンもいいんですけど、まあ、僕は個人的には結構ねその混ぜそばとか、まあ、あと辛いラーメンとかで結構好きですね。あとはね直系店で言うとね、まあ乳化系が好きだったらやっぱ八王子亜鉛街道店通貨、まあ、ひばりが丘店、まあ桜台とかも乳化って言われますけど、まあ、ここら辺のお店もねぜひぜひ進んでほしいなと。まあでもね、ひばりが丘と桜台は割と麺がね、ちょっと柔らかめな感じなんで、まあ、顎で暗いさんも結構わしわし系のがいいんだったら、八王子亜鉛街道店通がいいかもしれないですね。埼玉にもね、ラーメン二郎の直系店あるんですけど、まあ、越谷と川越と大宮公園駅前で、越谷と大宮ね、割と非乳化すっきりしたタイプのラーメンなんで、もしかしたらこのコメルさんの好みには合わないかもしれないですが、どっちもね、すごい個性あって美味しいです。川越はね、結構乳化してるラーメンなんで、まあ、直系ってなったら、ね、埼玉で行ったら川越がいいかもしれないですね。まあ、ぜひぜひね、彼氏さんと一緒にこう二郎系ラーメンの沼楽しんでいただいて、もっともっとラーメンハマっていただけるとね、私する年も、まあ妙利に尽きるというかね、よろしくお願いします。おい中本の道見てないのかよ。今月の限定メニューとか価格、一部麺量とか野菜大盛りの可否、辛さアップどこまでかまで網羅されてるポータルサイトなのに、ということで、いやめっちゃ見てるよ、めっちゃ見てる。それこそ、まあ、中本さんにね毎月1回行くっていう生活をずっとしてて、まあ、今もね中本さんのコラボとかでたまに行かせてもらうことあるんですけど、当時中本に行った時も中本の道めちゃくちゃ見てましたよ。本当に便利なんです。まあ、中本好き中本オタクの人からしたらもうこんなにありがたいサイトはないってぐらい、まあ、毎月ねその全店舗いろいろ限定メニューとかやるんですけど、中本ってね結構限定メニューの詳細がすごく細かいんですよ。まあ、全部のお店で統一して限定メニューとかっていうのはあんまりなくて、まあ、なんか映画とかとのタイム、なんかバキとのタイアップとかでねやった時はあったんですけど、なかなかね全部の店舗がもう限定ラーメン足並み揃ってるってことがなくて、しかも例えばなんか8月1日から8月何日まではこのラーメンとか限定何食とか16時以降からチャーハンとか、なんかほんとそう細かい情報がいろいろあるんですよ。まあ、一応公式サイトでもねここら辺見れるんですけど、まあ中本道はもうかなり分かりやすくここら辺掲載してくださってるんでね。いやでも僕もね限定ラーメンいろいろ食べましたけどね、なんやかんややっぱ好きなのはやっぱまあ味噌ラーメン、まあ、あと北極ラーメンも好きですね。まあ中本の標準のメニューってやっぱ蒙古タンメンというメニューがあって、そこから五目味噌タンメン味噌ラーメンみたいな、ちょっとこうグレードがだんだんアップしてくる、あの辛さのレベルがねアップしていくって感じなんですけど、まあ、蒙古タンメン結構余裕で食べれるなって方はねちょっとずつこうステップアップしていくといいと思いますね。でなんやかんやねやっぱまあラーメンとか北極とか結構まあ辛さレベルで8とか9とかあるんですけど、辛さレベルが上がっていくごとにこう味もねだんだん濃くなっていくんですよ。これはあくまで僕の主観かもしれないですけど、よりね辛さそして旨味を求めるんだったら、辛さをねステップアップしてみるとね感動する味に出会えると思いますね。辛いもの好きの方はねぜひぜひ中本の道をね極めて、一緒に極めていきましょう。僕もまだまだ極められてない、食べれてないメニューとかも結構あるんでね、次回進む根岸でバイト編をお送りしますということで、いやよく知ってるな僕が、学生時代じゃないと、あの時はニートだったニートから、すする TV を始めるってなって、まあ、YouTube 始めてた頃なんかも収益なんかゼロですから、まあフリーターをやりながらね YouTube をやるっていう生活をしてたんですけど、まあその時に働いてたのが僕はネギシっていう牛タンチェーンのお店ですね。いやなんやかんやと飲食のバイトはすごく楽しかったですね。うん、まあ、やっぱ接客業苦手とかっていう方だとなかなか難しい部分あると思うんですけど、別に仕事がねめっちゃできる方じゃなかったんですけど、いやネギシでのバイトはすごく楽しくて、なんか外国人の方とかも、ね、働いたりしてて、一緒に焼き場をやって、まあ僕牛タンをね焼くとこまではいけない、なんかねあるんですよ、ステップアップがあって、まあ最初はやっぱホールとか洗い物とかから始まって、でキッチンってなるとなんか牛タン以外にもねブラッキーとかなんか結構人気のやつがあって、そのタレ付きの牛肉があったりしてね、なんかそういうのの調理とかもやったりしてね、いや楽しかったよな本当に。いやめっちゃ忙しかったし、すっごい営業はただ汗かくんですけど、根岸でのバイトはね非常に楽しかったですね。うん、ぜひぜひね根岸さんの広報の方なんで多分すする TV 見てると思いますんで、もしなんかそういう企画やらせていただけるんであれば、ちょっとやりたいな根岸でバイト。まあ本当初期のすする TV をね、まあ、陰で支えて、まあ、支えてもらってたわけじゃないんだけど僕が勝手に思ってるだけなんですけど、支えてくれてたね一大牛タンチェーンなんで、ね、根岸の広報の方見てくださったらぜひぜひ連絡よろしくお願いします。というわけで本日の動画も最後までご覧いただきました。よろしければチャンネル登録高評価、そして皆さんがね昔バイトしてた飲食店なんか教えてくれたら嬉しく思いますということで、それではするの公式キャッシュレーズ、家系ラーメン琴宮さん、家系界の二刀流や、どちらも選べるっていうのがいいですよね。